栗田博則は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンターに、所属していた元調教師。1972年に、中山競馬場白い文城の鳴宮名高級車で、調教助手となる。1980年に調教師免許を取得し、級車を開業。初出走は、同年10月25日東京競馬第10競争の、他人のネイバー,アーで14着。初勝利は、 翌1981年3月22日、中山競馬第4競争の藤の太陽でのべ16頭目であった。1987年、日韓スポーツ賞金杯で土地のが、単勝14番人気の低評価を覆して優勝し、重賞初勝利を挙げた。同年のエリザベス女王杯ではタレンティドがあるが、栗田の提案した、成功法で、大歌賞。 優秀品馬の品馬にカンバ、マックスビューティを抑えて優勝し、G1 競争初勝利となった。1999年5月16日に、東京競馬場で施行された緑風ステークスにおいて、新興シングラーを出走させたが、ご県量において、負担重量が 1.7kg 不足していたために、失格となった。これは栗田が、同馬に蔵を装着する際、 蔵に付属するパッドを付けずに装着したことが原因で、起こったと推定され、注意義務を怠ったとして、日本中央競馬会から制裁を課された。2019年2月28日付で、定年のため、調教師を引退した。ありがとうございます。